こんにちは、国本佳代です。今日はこれも自分で石膏型から作り出したちっちゃなベルなんですけれども、クリスマスに最適ではないかということで、今回クリスマス最後かなの作品として書いてみたいと思います。ちっちゃなミニベルです。ろくろの上にサンドペーパー、裏側に糊がついているものを使って、作品を載せて、動かないようにしてろくろを引いてます。簡単なデザインでヒイラギの葉っぱと赤い実、それに雪のマークみたいな、雪が降ってる雪のイメージを、デザインして描いていきたいと思っています。最後までご覧ください。ちっちゃいので4等分にしてヒイラギの葉っぱをデザインしていきました。使ってる筆は R の0っていう、ちょっとぽちゃりした筆です。それと EZ の28番、それと16番、それに10番の茶色、そして自分のところで作っている FG レッドっていう赤を使って実を描いていきます。それ以外は全部いつもの EZ の23番を使っています。ストロークで、葉っぱを描いていきましょう。1、2、3ってなんとなくこう動いてるのが分かると思うんですけど、1、2、3、シュっていう感じですかね。それをこう規則正しく描くと上がりが綺麗なんですね。ペタペタ塗るより上がりが綺麗ですので、ぜひ試してみてください。1、2、3ですね、この筆の感じですね。ヒイラギの葉っぱのアウトライン、それと葉っぱの葉脈は、ブラウンを使ってちょっとはっきりさせた形にしたいと思いました。それでいてシックな感じ、ブルーのアウトラインでもいいですけれども、ちょっと元気が良すぎるような形になってしまうというか、見え方になってしまうので、どちらかというとちょっと落ち着いた感じで茶色にしてみました。
ヒイラギの実を赤で入れるんですけれども、赤はやはりたっぷりこんもり盛る感じで発色します。ですから色を薄めることなく、原液をたっぷり筆にとってこんもりのせてみてください。赤い色が入るとやはりクリスマスっぽいいい感じになりますね。2つじゃなくて3つの実を入れたようです。はい、こんな風に出来上がりました。本当にちょっとちっちゃいんですね。手のひらに乗せてもこんなちっちゃいんですけれども、これに釉薬をかけて焼いて、このままだとつまらないので、いろいろこう上にですね、これ下にこういうふうに玉の大きさとかによっても音が違ってくるのと、これがいい、なんかすごいいい音。同じ玉でもこの器の薄さとか形によってもちょっと違って、これが一番お気に入り、いい音でしょ。こんな風に最終的に組み立ててですね、上の方にビーズを通せるようにとか、穴が開いてますので、こんな風に作ってですね、ツリーにいっぱいちょっと軽いのでぶら下げて楽しんでみてください。あともうクリスマスまでもう日にちがないので、帰って吊り下げるっていうのは大変なんですけれども、クリスマスは1回で終わらないので、これから何回もありますから、ちょっとカラーを描いたりブルーだけを描いたりしてもいいですし、これもっといろいろ細工すると楽しいものがいっぱいできます。こんな風にしていい音でしょう、かわいいでしょう。ちょっと楽しんでみてください。